皆さんこんにちは。今回は一匹一匹のモブのアルゴリズムの違いについてちょっと、話していこうかと思うんですけど、まあなんでそれ、こまんけえよお前って思うかもしんないんですけど、55層がすごく説明しやすい。あのね、まあ例えばですけど、まあこれくらいだったらいいのかな。あのね、こういう、このね、ゴリラですね。ゴリラと、この妖精さんフェアリーみたいな、なんとかスピリットっていると思うんですけど、もうこれの、こういうね、モブのね、特徴の違いみたいなのをね、知っておくとね、早いっていう話なんですが、まあ、ここね、何が違うかっていうと、モブの、その、なんて言うんだろうな、この待ってる時の集まりの速さ、ほら、ゴリラ、これゴリラ、イエティか、ゴリラだと思ってた。ね、イエティってやつ、こうやって、その場で、この、ドラミングしたり、なんかブレスとか吐いたりして、なかなかこっち寄ってこない場合があるんですよ。まあ今の場合は結構早く寄ってきた感じなんですけど、こうやってちょっとほら、ちょっと近づいていくと、近づいちゃって、こっちの方近づいてほしいなと思ってこっち行ってから、こっち行って、ここら辺のモブ近づいてほしいなってこっち戻ってってやってると、このうざいんですよ。このブレスがクソ遅いんですよ。で、これ、なんて言うんだろうな、ほんとここ最、だいたいこの、今ウェーブ4か、ウェーブ1あたりから、でもさっきのウェーブ3あたりかな。の話なんですけど、本当に最初ね、最初なんかその、ブレスとか、なんかドラミングみたいな変、もういつ、いつまで、もういつまでそこにいるんねんみたいなことがあるんで、まあそういう場合は、その、ドラミングしている、なんか、なんていうの?ドラミングしているゴリラの周りにこういう、なんていうの、どうしても集まってきて欲しいやつをこうやって一匹ずつ、集めて、まあ、どうしてもこうやってね、一匹、こうやって遅いやつがね、いたらね、まあ、しょうがないですよ。ゴリラ一匹だけこうやってツンってしてやったりするんですけど、だいたいその、すぐ動いてきてくれる、その、敵のその、敵モンスターの攻撃モーションっていうのかな、が、長くないやつになるべくツンツンして、こういうゴリラとか攻撃モーション長いやつの周りに集めていくといいのかなって。あと似た考えで言うと、なんだろうな。85層とかかな。85層とかだと、まあ、ゴリラとかみたいにそのモーション的にこっち、モブモンスターのモーション的に長くてこっち来ないんじゃなくてですね、もう単純になんかもう寄ってこないみたいなのがあるんですよ。一撃入れないと寄ってこないとか、まあ、すんごい上の階層まで行くと、51層とか一撃入れてもちょっとこっち寄ってくるんですけど、なんかポケモンの宿みたいになんか殴られたことをもう忘れちゃったみたいな、3歩歩いたら忘れちゃったみたいな、あれ?何があったんだっけみたいな感じで殴られたことを忘れたかのようにどっか行ってしまうことがあるんですけど、85層とかですね、どうなんだろう、これちょっとやってみるけど、まあすぐ来ない敵とか、まあいるんですよ。まあ、ちょっと見てみますか。これで、あ、これは寄ってくるじゃないですか。これは寄ってくるけど、こいつ寄ってこなかったと思うんですよ、これ。こういう寄ってこなかったやつとかは、なんて言うんだろうな。そう、寄ってこなかったやつの周りにこうやっていると、ほら、寄ってくるやつがどんどん来てくれるんで、寄ってこなかったやつのところに、まあ、行くとか、まあ、それか、まあ、最初に、最初ここら辺で勝ったじゃないですか、ここら辺で。ここら辺で集まって勝って、で、ここら辺に、あれどこだ?ここら辺、ここか。ここに一匹、一匹二匹とか、それぞれ分かれてたんで、ここに集まりがあって、ここに集まりがあるとしたら、ここ一人で狩って、ここ一人で狩るっていう、分担をするっていう方法もあるんで、ただ、俺は、自分が一番、ロードが早い時は、ここ一人だけになったりするんで、そういう時は、あ、これ一人で、ワンパンで全部ここへ行って、すぐここで、狩って、で、もうワンパンずつで、全部自分で借り切れるなと思ったら、まあ、
寄ってきたやつだけ買って、寄ってきた、来なかったやつだけまとめて次狩るとか、寄ってこなかったやつのところに行って、寄ってくるやつが勝手に寄ってくるんで、もう、寄ってとか寄ってこないでとか、何言ってっけんな。わかるかな、これ。頭こんがらがる説明していくかな。まあ、とにかく、この、寄ってくる人を動かしてなんとか集めようっていう方、こう、寄ってきたやつだけでこれ買って、寄ってこなかったやつを次で刈り取るみたいな、まあ、そういうこともするんで、まあ、モブのアルゴリズムなのかな、わかんないですけど、その階層の個々のモブでそれぞれこう、どういう動きになるかっていうのを設定されてるのかもしんないんですけど、まあ、とにかくそういう感じで寄ってくるやつ、寄ってこないやつ、攻撃モーションが長くて寄ってこないやつ、あと普通に寄ってくるやつ。まあ、そういうモブのアルゴリズムを、まあ、なんかその周回してるうちに分かってくるんですよ。あ、なんかこいつはすぐ寄ってくるな。こいつはすぐ寄ってこないなとか。まあ、そういうので、大体判断して、まあ、やると、まあ、よくそのソロについての動画出してほしいみたいな人いるんですけど、ソロだと特にやっぱこの考え方大事で、やっぱワンパンで刈り取れなくても、やっぱモブ集めの効率とかでタイムが随分変わってくるんですよね。やっぱ特にソロは一人で倒すのが大変な分、モブに時間をかけないでタイムを、短くしたいと思うんで。で、まあ特にね、最近は、中瓶大瓶のドロ率が上がって、やっぱ掲示板より迷宮区の、まあ、助動、奥地、まあ、どっちか、まあ、やりたいみたいな。まあ、助動だとね、道中が短く済むんで、まあ、上の階層、なるべく上の階層で、まあ、道中短いやつとかやって、まあ、倒せる人は、まあ、それもいいのかなって、まあ、思いますけど、まあ、昔はね、まあ、助動はソロ専用みたいな、ほんと大昔ですけど、もう、この、アプリが出たての頃とかかな、4層とかかな、忘れたけど、なんか大昔はソロ専用って書いてあったらしいんですよ。だからソロでやる人とかももしかしたらいるかもしれないですけど、まあ、さすがに最近は助動はパーティーで普通にやってるし、まあ、昔からね、俺始めたての頃は、2周年環境で始めたんですけど、そのあたりからもうすでにやっぱすでにっていうか、まあ、助走でもパーティーで回れるんで、まあ、パーティーで行くのっていうのは普通だと思うんですけど、まあ、とにかくね、まあ、ソロでも、まあ、ソロでどうしてもやりたいっていう人もね、世の中いると思うんで、まあ、そこまでね、長続きしてる人をね、あんまり見たことない。まあ、いるっちゃいるんですよ。まあ、ほんの一握りですけどね、すっごい強い人がいるんですけど。まあでも大体そういう人はめちゃくちゃ課金してて、スキレコ1000枚以上とか持ってたりするイメージあります。本当全部自分でやるってなるとそれぐらいになってしまうと思います。本当にめちゃくちゃ強くなりたいって考えたらですよ、普通にエンジョイするだけだったら別にそこまでの強さは必要ないんで、楽しめればいいんで、まあ大体そんな感じですね。今回は個々のモブのアルゴリズムについて、話しました。まあそれによってね、モブ狩りの効率が変わるっていう感じです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。